はい、どうも、ティカです。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、9月20日の15時に登場となった阪神4名の選手の能力チェックやっていきたいと思います。はい、というわけでね、9月20日にポジション追加がやってきたアルカンタラ選手がやってきました。で、下位ランクもね、一緒に来たんですが、佐藤選手に関しては、S ランクがね、登場しているんで、今回は能力チェックから省かせてもらいます。で、一応ね、アルカンタラ選手に関しては、12球団全員のね能力チェックした動画でもねチェックはしてるんですが、今回も一応やっていきたいなと思います。で、下位ランクの計算方法に関しては過去動画でも表示してますが、この表を使って計算することができます。それでは4名の能力チェックやっていきたいと思います。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神アルカンタラ選手です。アルカンタラ選手9位から74、76、75というわけで、シリーズ1から9位がマイナス1されています。まあ、なので制球 A っていうところは狙えなくなりました。またね、制球がねマイナス1下がったことにより、不屈の投手で全動値が狙えるようになりました。まあ、ここのね9位制球スタミナ全動値狙えるようになったっていうのは、リーグオーダー的にはね結構強化かなと思います。まあ、ただね、制球 A をね出してたっていう人はちょっとね厳しい修正かなと思います。で、投手適性の方がもともと先発なんで、先発はトツなしでいけます。で、新たにね抑えが追加されていて、抑えはね阪神は岩崎選手なんですが、夏場にね岩崎選手がリフレッシュマッシュをされている時にね、アルカンタラ選手が代理で抑えやってたんで、今回抑え適性がついてきました。まあ、ただね抑え F なんで、抑えに置くには限界突破5回が必要です。で、球種の種類に関しては特に変更はありません。まあ、ただスライダーの球威が B から C、 スプリットの球威が C から B に変更されています。で、変化量に関しては特に変更はありません。いやー、というわけでね、ここねスライダーがねB から C に下がってなければね、スプリットが B になったんで、まあ B 級 C 上2つ持ちだったんですが、残念ながらなりませんでした。で、特殊能力が超剛速球奪三振コントロールから超剛速球キレ対ランナーに変更されています。というわけで、キレがねついたところはね結構強化ポイントかなと思いますが、コントロールがね消えたっていうところが少しね残念なポイントかなと思います。まあ、アルカンタラ選手はね超剛速球とねコントロールを持っているっていうところでシリーズ1話題になったんですが、まあ、そのコントロールが消えちゃいましたと。というわけでね、まあ、制球がね1下がっただけですが、コントロールが消えたっていうところで、まあ、思った以上にね制球は下がったんじゃないかなと思います。で、継承するか問題なんですが、まあ、制球 A をね、出してない方は全然継承しちゃっていいかなと思います。まあ、特にね、球種に関しても変化量変わってないですし、B 球種数も変わってないんで、まあ、リアタイでね、コントロールをね、どうしても使いたいっていう方は、シリーズ1の方がいいかなと思いますが、別にそうでない方は、全然ね、このアルカンタラ選手に継承してもいいかなと、個人的には思ってます。さあ、というわけでね、ここからは下位ランクいきましょう。まずは B ランク西選手です。9位から76、82、80となります。というわけで、シリーズ1から制球がプラス2されて、制球スタミナ A 同値が崩れました。またね、称号では制球スタミナ A 同値に戻せます。というところでね、まあ 9A っていうところはシリーズ2でも狙えませんと。で、アニマも選ばれてないんで、まあ 9A には今回はできません。で、投手適性は先発のみで、球種がこんな感じで、高速シュートの球威が B から C に、高速スライダーの球威が C から B に、カーブの球威が D から C に変更されています。で、変化量とかに関しては特に変更ありません。で、特殊能力第1が超コントロールなことも変更ありません。というわけで、まあ、特殊能力に関してはね、シリーズ1で第3特殊能力にタイピンチがね復活したんですが、まあ、そこがねシリーズ2でも残ってるかっていうのが西選手注目ポイントの一つかなと思います。で、タイピンチがね残ってるのであれば、シリーズ1からね全然継承しちゃっていいかなと思います。ちなみに、西さんが追加された枠で他球団を見ていくと、巨人菅野選手、広島床田選手、中日柳選手、横浜今永選手、オリックス山本選手、ロッテ佐々木選手、楽天則本選手、ソフトバンク東浜選手、日本ハム加藤選手、西武高橋光成選手、ヤクルト小川選手というわけで、他球団のね追加を見ていると、結構ねエース級の選手っていうのが西選手と一緒に追加されているんで、もしかしたらシリーズ2はね青柳選手じゃなくて西選手がエース枠で来るのかなと思います。まあ、なので、ね、もしね西選手がエース枠で来るのであれば、去年のねシリーズ2だとエース枠がね11ポジション目で登場していて、先発4番手5番手あたりはね後ろの方で追加されていたんで、まあ、もしかしたらね早い段階で青柳選手の追加があるんじゃないかなと思います。去年のね早い段階の先発は初っ端と4番目に、ね、追加されてたんで、まあ、今期のね通常の感じを見てると、まあ、次ね野手が来てからもう一回先発、まあ、もしくは抑えが来るかなっていうとこなんで、まあ、どのタイミングかはね難しいですが、まあ、10ポジション以内にねもしかしたら青柳選手がね来る可能性はゼロではないかなと思います。続いて C ランク上田選手です。弾道グラウンダーでミートが63、60、82となります。
というわけで去年のねシリーズ2覚醒で登場していたんですが、そこからミートがプラス6、パワーがプラス3されています。で、総力に関しては変更ありません。というわけで、まあ、ミートパワーがね、去年の覚醒より少し上がってますが、まあ、総力へのね、完全総力型っていうところに変更はありません。で、守備適性がセカンドメインで、セカンドが C の64。で、ショートが42。レフトが49。で、センター適性が消えて、ライト適性が追加されて、ライト適性は49となってます。というわけで、メインポジション以外に置くには、突後が必要になってきます。で、裏の3捨てが補給から、44、40、58となります。で、特殊能力は C ランクなんで分かりませんが、去年の覚醒では盗塁チャンスメーカー内野安打がついてました。というわけで、まあそんなにね変わってないんで、まあ S ランクが出た際にはね、センターで使いたいよっていう方以外は去年の覚醒から継承しちゃっていいかなと思います。さあ、というわけで最後は D ランク浜地選手です。9位から73、76、65となります。というわけでシリーズ1から9位がプラス1、請求がプラス2されています。まあ、なので9位請求同値っていうのがね少し難しくなりました。で、中継ぎメインでシリーズ1だとね先発適性が S だったんですが、ここが B になっています。で、球種に関しては特に変更はありません。で、9位に関してはストレートの球威が C から B、 スライダーの球威が D から C に上がっています。というわけでね、浜地選手に B 球種がつきました。まあただね、投げてるって言われてるパームについてはまあチェンジアップのままでしたと。なんで、まあ、ここがね、チェンジアップからパームに変更されるのは、まあ、早くてもシリーズ1ということになりましたんで、まあ、シリーズ1でね、パーム落ちになるのかっていうのが一つ注目ポイントかなと思います。で、特殊能力はね、D ランクなんで分かんないんですが、シリーズ1だとね、超コントロール伸びたいランナーでした。というわけでね、まあ、浜地選手に関しては S ランク出てくるとは思いますが、まあ、S ランクもそうですけど、A ランクがね、早めに排出されてくれたら嬉しいかなと思います。シリーズ1で S ランク出たんですが、A ランクに関してはね、出てこなかったんで、まあ、シリーズ1当たってもね、限界突破できなくてね、置いてる方なんかっていうのもね、結構いるんじゃないかなと思うので、まあ、浜地選手のね A ランクがいつ出てくるか、 S ランクよりね先来たらその間にね育成できますが、 S ランク来てからだとね、 S ランク来た時点で限界突破っていうのがねなかなか進まないんで、できればね S ランクが来るより先に A ランクがね登場してくれたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今回は9月20日に登場となった阪神4名の能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。というわけでね、次はね9月27日更新ですが、そこではね OB 第1弾が来ると思うので、次のポジション追加はおそらく10月4日かなと思います。というわけで、まあ阪神純正の方でね次気にしてるところで言うと、青柳選手のね能力がどうなるかっていうところがね気にしてる方多いんじゃないかなと思うので、10月4日のねポジション追加で、まあ下位ランクでもいいんでね、青柳選手来るかどうかっていうのが次の注目ポイントの一つかなと思います。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の能力チェック良かったよと思ってくれる方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。